みなこんにちは、ハリーです。ポーティーラッシュ倒してかい。今回なんですけど、というためこちら、みんな、このキャラ育成しておいた方がいいと思いますよ。早速やっていきましょう。さあ、今回見ていくのはですね、大量ダイヤがもらえるので、絶対にこのキャラは育成しておいた方がいいよというキャラクターを紹介していきます。今からならまだギリギリ、いやもうワンチャンちょっと間に合わないかいやただまだね、育成しておいて損はないキャラクターたちなので、このキャラクターたちはサポートでも使えますし、育成した方がいいよというキャラクターを紹介していきたいと思います。この前になぜこの紹介動画を作ったかと言いますと、そうなんです、超絶出現キャラクターが近づいてるよね。みんな 5.5 周年の超絶出現キャラクターが登場するということは、あるイベントも行われる可能性が高いよということになってきます。それがキャラクター育成イベントです。ありがとうございます。過去にこれ何ハリー言った方も多いと思うので、まあ、簡単に説明していきますと、まずはこちら、カイドウ強化応援イベント。今ログインするとカイドウがもらえまして、カイドウを育てて効果報酬をゲットしようというイベントになってました。でこれがですね、どういうイベントだったかというと、この緑カイドウをゲットできるんですが、この緑カイドウをゲットした上で、このカイドウのオーバーブーストを進めていくと、そのオーバーブーストが進めた数分だけダイヤがもらえるっていうイベントになってたんだよね。これが5月の1日、カイドウ誕生日記念イベントの時に来たカイドウ強化応援イベントでしたが、これは何度か実はバウンティラッシュは来てます。例えばカイドウの他にもバウンドマン強化応援イベント、ギアフォースバウンドマン、モンキー D ルフィを育成して豪華報酬を獲得しようという、これ1億ダウンロード去年の2ターンの時に来たイベントだったんだよね。この時もカイドウのイベントと同様に、バウンドマンを育成するだけでオーバーブーストを進めてダイヤ配布がもらえるっていうイベントになってたし、直近だったら海賊王の息子ポートガス DS 強化応援イベントということで、この対象キャラクターを育成することで豪華報酬を獲得しましょうというイベントになっておりました。これもエース&ヤマトが登場した時のイベントで配布されて、なおかつゲットして強化してくださいというイベントになってました。まあ、これもね、詳しく紹介してくれてるのがありまして、ログインボーナスで獲得できる海賊王の息子チケットをゲットしまして、このチケットでポートガス DS を獲得、その上で強化イベントが23日24日間行われて、その分のダイヤ配布はゲットできるよというイベントになってました。これね、実はなんと面白いのが、すでにオーバーブーストが進んでいるキャラであった場合は、オーバーブーストされているキャラクターであったとしてもダイヤがもらえるっていうイベントになってたんだよね。これどういうことかというと、例えばこちらスネークマンのキャラクターいますね。このスネークマンに関してはブースト52マス全部僕振ってあるんですけど、この例えばスネークマンを強化応援イベントっていうのが来た時に、この状態52マスであった時はもう52マス分の報酬がゲットできるっていうことなんですよ。もうこれも確定してるっていうことなんです。ということはどういうことかというと、このイベントが来る前に先読みしてオーバーブーストを進めておけば無難にダイヤをゲットできるんじゃないのっていう話になってます。そういうことだよね。みんなエース&ヤマトも登場するって分かってた、エースを強化してたわけだしね。もうこれね、時間内で育成するのが難しいんですよ。だから今のうちに早く強化しておいてほしいってことになってるわけなんです。さあ、じゃあみんな気になってきました、この中でどのキャラクターを次育成しておけばいいのっていう話なんですが、ピックアップいたしました、それがこちらです。このキャラクターたちに関しては強化を進めておくキャラクターたちになります。まあ、見た時にね、みんな何がパッと分かりますか。ロブルッチ、緑ロブルッチだね、黒すぎる、こちらは青バギー、緑ガイド、そしてミホーク、クロコダイル、ハク、そして CP0 のルッチ、初期シャンクスとなってますが、このキャラクターたちに共通することは、そう、次の超絶出現キャラクター候補になります。そうなんです、このキャラクターたちをオーバーブースト進めておけば無難にね、ダイヤをゲットできるんじゃないのっていう話になってまいりました。すでに僕ルッチ終わってるんですけど、このルッチみたいに52マスこのようにね振っていくのが大事だなと思いますし、僕もね、この他のキャラクターたち全員オーバーブースト進めるように頑張ってます。今タクとかもね、めちゃくちゃ頑張ってまして、あとちょっとでできるんでね、このオーバーブが、ここができてしまえばね、もうここに関してはあと200のかけら使うだけなんで、オーブの交換のところはクリスタルオーブここ使っちゃえばいいだけなんでね、ここのダイヤをゲットできるためにね、貯めておくというのも大事になってきますね、資材を。さあ、一体一体候補になってきますが、まずルッチ、この CP0 もいますけど、まあ、このルッチに関してはもう覚醒ルッチですね。
もし覚醒ウンチが上位選挙区隊登場した時、おそらくこの2体のどっちかが強化応援イベントで来るはず。まあ、どうなってきたらこの2体のね、多分強化してどっちかって言ったらまあ配布で工場キャラクターでまだこっちなんじゃないかなと思うんだけどね。エースとかも工場だったし、まあバウンドマンとあのカイドウに関してはフェスゲンなんでね、なんとも言えないんですけど、まあエースが工場だったんでね、まあ、こっちのルッチも強化しておいた方がいいんじゃないかなと思いますよね。そしてこのバギーに関してはミホーククロコダイル、これ初期の2人と組み合わせてこの3体でどれか強化しておけば黒すぎるの、ここでね強化したのが出てくるんじゃないかな。成果として僕も36枚進んだんでね、あとはここやるだけなんで、もう来た瞬間にタイヤゲットするためにやっちゃいますよ。そしてこちらカイドウに関してはもう出たじゃないか、カイドウともう3体も出てるよって話なんですが、まだ出てません。清流カイドウでございます。ありがとうございます。そうです、竜モードのカイドウがまだ出てませんで、このしかもこの竜モードのカイドウが出たら多分強いと思うんで、ここで登場するんじゃないかなと思いますけどね。まあいつ出るか分かりません。はたまたね破壊のカイドウとか見ますから、この破壊のカイドウとかになったらこのカイドウも大事になってくるよね。そしてミホーク、まあ、これもクロスギルドとしてね大事だと思いますし、こちらのねクロコダイルも、まあ、強化しやすい虐待になってますから、ここら辺もね強化応援イベント来るんじゃないかな。そして核に関してもルッチ同様に覚醒核、ここもね気になるよね。これが来ればダイヤもめっちゃゲットできるわけだから、ちょっと頑張って、あと440個頑張りたいよ。そしてラストこちらシャンクスです。これシャンクスなんですが、今ネタバレになっちゃいます。多分今週末発表されるんですけどね、キット対シャンクスの時に使ったニャシャリシャンクスです。ごまかせてねえか、このニャシャリシャンクスのためにもう超強化しておいた方がいいんじゃないかなと思いますよね。ここは頑張ってやっておけばね、僕もダイヤゲットできるんで、ちょっと頑張って育成したいと思います。さあすぐには交換することはできません。なぜこの7月上旬の時に話したかというと、強化がしやすいからです。上位キャラクター登場する前だしね。どういうことか、そうこちらにありますシーズンポイント、このシーズンポイントのキャラのかけらを使いますと、ここでめちゃくちゃ交換できるんだよね。これ見てほしいんだけどさ、下の方僕も結構めっちゃ交換しちゃったんですけど、このように100個っていう風にこんなになってるわけよ。こういう風に交換することもできますし、さっき見せたシャンクスとかに関してもね、このように60個、まあ、合計5個交換すると300個交換できるわけですよ。これがなので200ポイントある人はね、これ300個ゲットできて、これが前シーズン、そして後半シーズン分もゲットすることができれば、合計で600個かけらが進むわけ。これとんでもない数よ、マジ でこの数が進めばさ、ミホーク、シャンクス、まあ、その他ルッチとか、ここにクロコダイルが60個だし、めちゃくちゃ強化進むよね。こうやってねいっぱいゲットできるわけなんで、今のうちにやってください。さあ気になってきますよ、このキャラ応援強化イベントのダイヤ配布は何個なのか。これが驚愕の96個。とんでもない数なんですよ。まあ、ただですね、カイドウの時みたいな感じで、まあ、合計で3分の1、1個しかもらえないよ。つまり、3分の1の1個ずつになっちゃって、2個しかもらえないよ、みたいなことになるわけなんですよ。まあ、ただですね、これに関しては、ここのオーバーブースト21以降なので、32マス分ありますね。この32マス分っていうのが対象になってきます。1個ここ開けるだけで3個もらえるんで、合計で96個という計算になるわけなんです。これめちゃくちゃバカにならないでしょ？しかもこれ挑戦キャラクターが来てる間しか行われないイベントだからね、この96個を逃さないためにも今のうちから交換してください。これが今回ね僕がピックアップしたキャラクターになりますが、このピックアップしたキャラクターたち全員育成してオーバーブースト3にして損がないキャラクターたちになって、全員ねもうマジで本当に損がないのよ。このルッチとかに関してもキャラのサポートを見ていただければ分かる通り、アタッカー、サイボーボール、ゾーン系、能力者、グランドライン優秀ですね。このバギーに関してもめちゃくちゃ優秀ですよ。オーカ、渋谷、アタッカー、パラミシア、船長、能力者、新世界、これめちゃくちゃある。カイドウももちろん分かっている通りあるし、このジュラキュルミホークはどうなんだって話なんですが、この人オーカシ渋海持ってるんでね、めちゃくちゃ優秀です。そしてこのクロコダイルに関してもね、この人もオーカシ渋海ですから、オーカシ渋海のやつを持ってますし、これ全員優秀なのよね。でこのキャラクターたちは本当に育成して損がないので、まあ、育成しておいた方がいいキャラクターとも言いつつ、次のダイヤのためにゲットしておいた方がいいよっていうキャラクターとも言えるわけなんでね、まあ、どっちみちオッケーということで、みんなぜひこのキャラクターをスクショ取って育成開始しちゃってく
ください。さあ見ていただきました、どうでしたでしょうか。今回はですね、このキャラクターたちを育成したということでもらえるダイヤ配布96個について見ていきました。いやー、この96個はマジで大事だよ。挑戦キャラクターが来てる時にね、この96個あるかないかでめちゃくちゃ変わるから、本当にログインボーナスとか合わせたら2回分引けるわけだしね。50個のやつログインボーナスで4個とか配られて見てみ、100個になるわけだから2回回せるよね。挑戦キャラクター当たる可能性あるよマジで。ということで、ぜひこのキャラクターたちを育成してダイヤをゲットしちゃってください。見てみましょう、次の動画でお会いしましょう。ではまた、いないってらっしゃい。